皆さんどうも、ひげおだよ。今日は、ひげおになりたい人がいっぱいいると思うから、ひげのなり方をみんなに今から教えてあげようかなって思います。まず一つ目、スクワット。今から、ひげおはどういう風にスクワットをしているのか見せたいと思います。いきます。次は腕立て伏せです。こっちも大事なのでしっかりとやりましょう。まだ力取れないんでね。
じゃあね。はい、じゃあ。